これは俺で高くするかな。海鮮地無料駐車場って駐車場あるのはありがたいな。すげえ旗がいっぱい立ってる。関ヶ原古戦場海鮮地。うん、明るいうちに下見しとけばよかったな。もっと早く過ごせばよかった。雲の糸が縦に張ってんですけど。うわ、なんじゃここ。どんな感じ？財布こんなところに置いといたらやべえぞ。いや、皆さん、すいませんね、僕一人になっちゃう。今からね、ちょっとね、今回ね、ちょっと新しいカメラで、定点カメラで、今度はオーブの動画を撮ろうと、今、試してるんですけど、先ほどの石田さんの方がよく撮れる。これからね、行ったとことこで、動く動画も動くオーブもこれから映していきたいななんて思っていますもので、皆さんいずれかはね、なんか変な影が映っとればいいんですけどね。今見とる限りでは白いふよふよしたのが飛んでるだけ。そうね、虫とオーブの違いが全然わかりますから、いい動画だったと思うんですけどね。全然違うね。やっぱ赤外線のカメラ光と、虫の区別が分かりやすい。これでこれからまた新しくじいちゃんはんが変なもんに金をかけて言うんじゃないね、これでムイ君ちょっといろいろやってこう。まあなんていうの、オーブがいることの証明はしやすくなったな。しやすくなったね、オーブか虫かの違いか、ホコリの違いも。ここより向こうの方が多いな、オーブ。ここ引き寄せるものがない。あ、まあ、こんだけすごかったら来んわな、他のオーブが。すごいね、ほんと。関ヶ原ってすごいね。日本一大きい戦いだから。姉川の戦いがすごい。赤ちゃん本当小規模なんだと思って、あれがすげえと思ってたもん俺。ここすげえな、ここ本当すげえ。あんな方からさ、こんなとこ見えるんかな。見えるんかなっていうか、ちゃんとなんていうの、報告って言ってきてくれる人いるから。めんどくせえ。だって携帯ないもん、もう当時。あ、そうか。電波通ってないもん。だから逐一そのどれどれ、敵の増援が来たとかそういうのもいちいち本陣にあれ誰かが馬走らせて報告っつって、増援来ましたって。馬めちゃくちゃ速いわけじゃないぞ、言っとくけど。だってポニーだもん。第一重たい鎧、みんな重たいっていうか、そのある程度大の大人がさ乗るんだから。人が歩くか走るかって言ったら、まあ確かに馬の方が速いかも。いや、クソ真面目な話、変わらんぞ。あれポニーの方に乗ってる方がワンチャン遅い説があります。基本的に荷物とか、そういうのを乗っけるためにやりはするけど。あ、なんかショック。俺歩くはともかく走ったら多分人間の方が速い。ショック俺。だって合戦でめちゃめちゃ馬死ぬもん。追いつかないよ人間も馬も。なあ、なんか改めて見ると俺すごいショック。めちゃくちゃかっこいいやつやと思っとった俺。いいな、改めて見たらってその見えてるの。俺ただのだだっ広い空間にしか見えてないからな、これ。歴史で習ったことって絶対違うような気がする俺。なんていうか俺ダメだな、暴れん坊将軍見すぎかな、水戸黄門とか。
まあ、あの辺をなんていうの、信じていた層からするとこの、うん、当時の合戦の生々しさはあるよね、うん、厳密にやっぱ値しちゃうけど、値するね。これ戦わない方が良かったような気がするんだけどな。戦わ、うん、なんで？あ、だってもう目に見えた戦いやぞこんなもん。でも正直、うん、あの数自体はそこまでなんていうの、うん、誤差じゃないっちゃ誤差じゃないんですよ、範囲的に言えば。お、問題はあれ、その要は戦わねえ方が良かったような気がするんだけどな、こんなの。石田三成側、うん、石田についてたと思ったやつが、うん、あれその裏切り者が出て、うん、それのせいでその一気にその1週間かかる戦いが 2,3 日で決着したっていうエピソードだから、関ヶ原の戦いは裏切ったっていうか、負けそうになったら向こうについたようなもんだったな。いや、もともとその徳川さんの方につきますよっていう文章みたいなのを送ってた説があって、その人は、うん、で、あいつ裏切るかもしらんから、あの見張り、うん、つけとこうって言って、うん、3人のその見張りをつけたんですよ、うん、そいつらもう全員裏切るよって。クソやな、嘘だろって。これすごいな、でもここの戦いは本当にひどい、人間多いな。ここは面白い。ただ霊感のある人には辛い。あなたは割と今辛め？辛め。隠されたいな。怖いとかうんぬんじゃないよ。全然怖くもなんともないよ、ここは。多分怖いうんぬん前にやかましいのよね、霊感あったら。やかましいな。今日はね、試しのちょっと赤外線のカメラを試しに関ヶ原の戦いか、うん、来たけど、すごいな。えぐい。この辺の広間とかそういうのも全然そんな誤差。誤差誤差。さっきのとこが一番すごかった。うん、あそこが一番すげえ。さ、石田さん側の方が。まあある意味そのなんていうの、裏切り者が出たぞっていうなって、あそこにガーッと攻め込んでるわけだから、うん、ある意味一番なんていうの、被害者が出てるっちゃ出てる。不意打ち食らってるから。あ、そっか、そういうことか。だってこっちから見るとさ、向こう側見えねえんだぞ、うん、大将の顔って。絶対見えない、うん、あのそこにある地図、うん、あの看板見てもらったら分かるけど、見てねえ俺。そういやどこも歩いてねえ俺。あのリアルに車で20分ぐらいかかりそうなところにおるから。うん、そうだよ、絶対見えねえぞ。こっちはまだ見えるねん。ああ、大将さんのその陣とか、大将の軍勢が、うん、だけど向こう全く見えねえぞ俺。っていうかさ、多分向こうまで走る時に俺疲れ切って死ぬぞ。あ、すげえだだっぴれえぞ。だから当時の人は米がめちゃめちゃ食うってあれやな。でもこれ飯食うって、だっておにぎりこんなこのぐらいのやつを1個だぞ。めちゃめちゃ食うって人数分としても、まあそうね、おにぎりみたいな、いや、うん、だからお腹いっぱいになっとったら逆に動けなくなりますけど。ここはあれなの、ここは何、記念碑が立ってるあれですな。要はこの辺りがその合戦のその、あ、しまった、デジカメ持ってくるの忘れてるし、あ記念写真撮ってかなきゃ。しまった、戻ろ、戻りましょうか。すげえな、ここ。今まではこうやってなんちゅうの、寒気がするとか、うんうんうん、嫌な感じがするっていうけど、ここ寒気とかそういうものは全く感じないの。なんていうか、その今まで行ったマジな心霊スポットは基本的にその来た人に害を与えるタイプだけど、この人たち戦ってる相手いるからね。ここはね、なんていうか、その害与えてる暇もないというか。いや、もう害というよりも本来死んだらそのままになってるね。おお、この土を掘ると出てくるかもしれない。何こわこわ、そういう感じ。まあここはそんなにオーブンするところもねえな。石碑って言ったってこれ観光系で来るためのものだし、うん、まあ、まあ、目印感はある。かといって何もないわけじゃないよ。本当に後頭部とかも重たいし、ダメージはしっかり受けてんだよ。ダメージは受け取るぞ。なんかすげえ甘いもん食いたくなってきた。
ほら、こっちこっち。どれどれ。頭かいい。この真ん中から、真ん中からちょっと左に現在地ってあって、うん、それずーっと右にいたら、ほら、徳川家康ってあるじゃないですか、そのでっかい塊。あ、これか。うん。バチ遠いよ。あ、30分くらいかかるな、これ、車で。遠いな、本当に。で、石田さんは？あ、これがここか。ほんで、今俺らがここ？そうそうそう。めちゃくちゃ遠いやん。名前全然わかんねえんだけど、俺、これ。本当にこの名前なんのかね、本当にこういうなの。はい。全然違うやん、これ。もう、こっち何派？あの、要はこの、下の小早川秀明っていう、うん、この人がその最初のその裏切り者。で、その残りのオレンジは、あれ、うん、一緒に裏切った、あれ。クソか。想定では、あの、裏切らないで見張りにつけとった人だし。ほー。要は、これで黒いのが成田さん。石田さん？石田さん。一瞬誰だと思った。これ勝てねえわ。そう。で、要は真正面から、あれ、待ち構えてりゃいいやって言ったらいきなり。松平健。違うからって。そう。真正面から構えてればいいやと思ったら横から急に振り打ち食らって、あれ。こっちが見えんのわかるわ、これ。うん。うん。めっちゃ遠いもん。うん。だけどさ、関ヶ原の絵見ると川が流れて戦っとるシーンあるやん。テレビ見たぞ俺。それはドラマだ。それはドラマだ。だからそれを探しとったんやて、川なんかねえんやけど、今見とるシーンの中でと思って。川がどこなのかがわからない。水たまりなのかな。どうなんでしょうな。わからん。俺にも全然わからん。こんな見たってわからんもん俺。わかるのは俺がスライドで目の頭の中で見えるシーンしかないもん。へえ、石田。そのスキルちゃんとここでも発動してんねや。姉川で不意打ちで見せられたけど。姉川はね、ほんと悲しい。悲しいってやつね。多分あの見せつけてきたお市様のフィルター入ってんだと思う。だけどここ別に悲しいもなんもねえ。そうね、ここは。うん。石田三成っていう人、うん、毛利テルト、テルモト？テルモト。俺、毛利心しか知らねえぞ。眠りの心って、寝てる場合じゃねえぞって。へぇー。人来るんかな、見に、ここ。こんな見えるために。これちょっと行ったらなんか、山エリアになってるけど、蜘蛛の巣縦に張ってた。蜘蛛の巣バチバチ張ってるよ。すごいな、なんか赤外線みたいな感じで小物使ってるもんな。すごいな、ここ。どの意味で？あ？いや、うっすらとオーブはいっぺん映ってるよ。ほーん、うん、今ここら辺に、うん、男の人、子供だと、子供っぽい男の子どうか。何歳ぐらい？中学生？15、6歳かな。もう一つさ。はい。これどっちのやつだけど。ん？対象クラスなのかな。ここら辺によ。はい。ものすごい体格のいい人。わからんよ、体格いい人って。あの時代みんな体格いいでしょ。いや、そんなことない。今で言うと、あの、ゴリマッチョみたいな。がっつりマッチョだ。すげえな、この時代に結構大きい体してる人よね。これでも、現代の子がおるんだけどな。今風の子？今風の子。もうその関ヶ原のあれは俺もうパスしてるもん。なんか全然うん怖くない。まあなんていうかすごい場所ではあるけど怖い心霊スポットではないと思う。なんか体験談とか語ってないけどいい？あ、体験談なんかあるの？呼んで説明しててよ。携帯が死んでる。
何やここ電波通らんのか。違う、充電が死んでる。ナビしてくれとるもんな。でも要はその鎧姿の幽霊を見たりだとか、うん、でも本当に霊感、なんていうの、霊感強い人だと気分悪くなったりすることあるらしいっすな、ここは。あー、ちゃんと説明してあるやん。めちゃめちゃ遠いやん。めちゃくちゃ遠いぞこれ。こういうふうに山があるんだけどな。あー、山？クモの巣だらけなんやて、さっきから顔にペチャ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 当たるんですけどね。これ何？要はこの辺りでその陣張ってた小西幸永、かっけー名前。この辺りで陣張ってた隊長的な人ですな。この人結構ゴリマッチョじゃないの？この人なのかな、わからん。そうだ、戦国系のゲームはいろいろやるけども実際の写真使われてるのは一つもないからな。あるわけねえだろ。しねえもんなここはね。うん、でもさすがに人が戦っとるせいか古いオーブはいっぱいあるね。ああ、言うて400年前のあれだからな。ああ、でももうちょっとさ、歴史好きな人が来るよ、もうちょっと綺麗にしないのよ、市役所の人って。でもここは心霊スポットの、うん、独特の香りがないんだよね。心霊スポットっていうかな、歴史あるスポットっていうだけでな。でも蒸し暑くなくて嬉しいね。くさついですけどね。そう。そう、うん、めちゃくちゃ俺は暑がってますけど。そうなのに結構さっぱりするな。どうぞ。青いオーブがさっきから映るんですよ。誰だ。それが気になるんだよ。正直人多すぎて分かんないんだよな、誰なんていうの、よっぽど特定できるのって。最初一番入った時もいきなり白いオブ、うん、やっぱそうだね。ここ、うん、この辺って誰なんやろな。ここで中学生ぐらいってことっすよね。若い妻だったよって。正直大体合戦に参加する子って、うん、あれなんていうの、その大将のその武器持つ、そういう荷物持ちじゃないけど、うん、そういうの込み込み言ったら12歳ぐらいからありえるので、で14歳でそのなんていうの、合戦に刃物も刀持って参加するみたいな、ある意味今では絶対許されない少年兵同士の殺し合いが普通にありえるような時代背景ですので、ブラック企業。人が足りていないんじゃーって。やらなきゃいいな、人足りなかったら。なんか日本の戦争もそうやん、人が足りんのに。うわ、ここ今すげえぞ。何ここ、このギャル、ここが一番すげえな。もう映らん。いい運動になったね。でも俺やっぱし石田さんの方が好き。どうりで感じるわけねえわな。誰やった？徳川家康の。あ、そう。それは感じる。こっからさらにまだ20分ぐらいあるっすからね、車で。うん、歩いたら本当に夜が明けそう。そんなで向こうの陣営が気分からんのだ俺。ああ、なんか何やった、姉川の、うん、あんな程度やと思っとったもん。あれはあれで一応大規模っちゃ大規模なんだけどね。ただいわゆるその、いや、あなたね、この規模に比べあっちもほんと小規模だと。東京ドーム何個分やんと、こんなの。
だっていわゆる愛知県の代表とあれだ、滋賀福井あたりの両州で戦っている規模と、うん、全国から有能な選手を集めたその全国大会だもん。でもこれさ、面白いのはさ、うん、うん、もう戦う前から両方がもうヘトヘトなんだね。戦う前からヘトヘトな人が多いんだね。こういうすげえな、ここすげえ規模だぞ。車乗れ。はい。